はい、リターンライダーパラバです。よろしくお願いします。今回はですね、2022年にですね、鈴木がですね、モド GP と、世界耐久選手権を撤退と、ワークス活動を撤退というこの、ニュースについて語りたいと思います。よろしくお願いします。まずはですね、このニュースですね。ちょっと待ってね。よし。やはりホンダとヤマハに比べて資金力に差があるせいかですね、どうしてもやっぱり、復帰撤退というのをですね、どうしても繰り返してしまう感じになっちゃってますね。で、今回もですね、このちょっと、今回がちょっと以前と違う点がですね、運営団体のドルナっていう、元 GP の運営団体のドルナスポーツっていうところと、ちゃんと、確かあれ5年ぐらいだったと思うんですよ、継続的にワークス参戦しますよという、約束をしていたにもかかわらずですね、契約途中に撤退ということになってしまいました。で、この今回の撤退、耐久レース選手権も撤退するんですけど、私とだから吉村鈴木と SERT 鈴木エンデュランスレーシングチームの、2023年の活動どうなのかなと思ったりも心配したりもするんですけど、鈴木からのですね、報道に発表はこうなってますね。鈴木はサスティナビリティの実現に向け経営資源の再配分に取り組まなければならない中で、この度元 GP と EWC 世界耐久レース選手権ですね、これの参戦終了という決断をいたしましたと。二輪のレース活動は常に技術革新、人材育成の場としてチャレンジをしてきた場所であります。この度の決断はレース活動を通じて培ってきた技術力、人材をサスティナブルな社会の実現に向け、新たな二輪事業の創生に挑戦したことを意味しておりますと。元 GP 復帰以来、私たちレース活動を支えてくれたファンの皆様、テストを含め関わってくれた全ライダー、全関係者の皆様に深く感謝申し上げますと、いうふうに書いてますね。